赤キャベツは、キャベツの品種の一つである。栽培される土壌によって、色合いが異なり、紫キャベツと呼ばれることもあるが、同一の種類である。カットされた赤キャベツ葉は、暗赤色から紫色であるが、アントシアニン系の色素のため、その色は、土壌の水素イオン指数によって変わる。酸性土壌では、より赤く、中性ではより紫色に、アルカリ性では、黄緑色になる。 そのため、同じ種類の植物が、地域によって違う色で知られる。赤キャベツの絞り汁は、酸塩基子自薬として使える。北、ヨーロッパ、アメリカ全土、中国で見られる。調理すると、紫色は青色に変わる。紫色を生かすためには、スカ酸性の果物を加える必要がある。赤キャベツの生育には、肥料の多い土壌と、十分な水分が必要である。 春に種をまき、晩秋に収穫する。普通のキャベツよりも長持ちするため、冬の間の保存のために、ザワークラウトにする必要がない。しばしば生のままサラダやコールスローに用いられる。伝統的にザウアーブラーテンなどドイツの肉料理の多くに付け合わせとして添えられる。クリスマスには、スパイスで味付けされたものが、アヒルのローストの付け合わせとされる。 畑に植えられる赤キャベツ草の時期から4週間以内に室内に発種することが推奨される。高さが5センチメートルほどになり、最初の葉が生えてきたら屋外に移植することができる。生育段階の大部分では寒冷湿潤気候を好むため、春まだ浅い時期に育てる必要がある。株同士の間隔は36から60センチメートル程度空ける。水やりは頻繁に必要だが、 それ以外に手をかける必要はあまりない。赤キャベツから抽出した色素の pH による色の変化。左が酸性、右側が塩基性赤キャベツは酸塩基指示薬として用いることのできるアントシアニン系の染料を含む。酸性では赤色から桃色、中性では紫色、塩基性では青色から緑色を定する。赤キャベツは通常のキャベツと比べて ビタミン A を10倍、鉄を2倍含む。ありがとうございます。